女子高生ミスコントは全国各地よりエントリーされた女子高生の中から日本一可愛い女子高生をみんなで選ぶコンテスト。グランプリに選ばれたのはエントリーナンバー1番のゆきのさんです。2021年グランプリに輝いたのは高校1年生のゆきの。毎年開催されるこのコンテストは数々のスターとドラマを生み出してきました。ファイナリストたちは可愛いに憧れる少女から可愛いと憧れられる存在に。今回はどんなドラマが生み出されるのでしょうか。今年も多数の応募の中から各エリア予選を勝ち抜いた2022年ファイナリスト13名が決定。ファイナリストたちはグランプリ発表までの約2ヶ月間毎週末都内に集まり、日本一可愛い女子高生を目指してダンス、ウォーキング、演技、歌唱、さまざまなレッスンに挑みます。楽しくも厳しいレッスンを日々積み重ね、可愛いだけじゃない日本一を目指します。このドキュメントではそんな彼女たちのグランプリ発表イベントまで裏側に密着。ファイナリストたちの素顔とともにあなたの推しを見つけてください。2022ファイナリストの自己紹介をどうぞ。皆さんこんにちは。北海道東北地方代表の高校3年生高畑真由です。私は絶対ファイナリストになってグランプリを取るっていう気持ちで参加していたのでとても嬉しかったです。約2ヶ月間私たちファイナリストにしか与えられてない貴重な2ヶ月だと思うので、2ヶ月後にしっかり頑張ってよかったなって思えるように後悔ないように頑張りたいです。初めてのことばかりで右も左もわからない状態なんですけど、しっかり自分に厳しく弱音を吐かず前向きにポジティブに応援してくださったり、ここまで支えてくださった皆さんにしっかり結果で恩返しできるように精一杯頑張りたいと思ってます。エントリーナンバー2番の関東エリア代表、高校1年生のメイカです。ファイナリストになった感想は、今まで頑張ってきた努力が実ってすごく嬉しかったです。これからはモデルアイドルになることが夢なので、その夢を叶えるためにグランプリを取りに行きます。今まで応援してくださった方々、本当にたくさん応援ありがとうございました。いろんな方々と出会えてここまで成長することができました。ファイナリストになれたのもみんなの力のおかげです。ありがとうございます。これからも夢に向かって頑張るので応援していただけると嬉しいです。中部エリア代表高校2年色です。ファイナリストに選んでいただき嬉しさと驚きでいっぱいです。そして今は新しい挑戦ができることにとってもワクワクしています。目標はもちろんグランプリを取ることです。こんな貴重な機会を無駄にせず、自分が出せる最高の力で頑張ってきます。学校との両立をきちんとして、一回一回のレッスンを大事にしたり、家での練習を通して大きく成長した姿を見せられるように頑張りたいです。これまで私はたくさんの方に応援してもらうことができました。そんな私はとっても幸せです。たくさんの応援を本当にありがとうございました。ここからがスタートだと思って、ま、さらに一層頑張るので応援よろしくお願いします。関西エリア代表高校1年生のイワンです。ファイナリスト発表の時に写真が写っててファイナリストになれるかすごい不安だったので、すごく嬉しかったです。目標や意気込みは高1ミスコンの時準グランプリですごく悔しかったので、女子高生ミスコンでは絶対にグランプリを取りたいです。毎週毎週のレッスンを無駄にせず全部吸収して、特に頑張りたいことはスキーブースだから高い歌とかがすごい苦手なので、レッスンで教えてもらったことを家とかでも練習して全力で頑張りたいです。いつも応援していただきありがとうございます。皆さんのたくさんの応援のおかげで私はファイナリストになることができました。次こそは絶対にグランプリを取れるよう全力で頑張るので、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。中国四国地方代表に選ばれました高校1年生春地です。改めてファイナリストに選ばれた感想は、これまで慣れない配信や
SNS 等でたくさん悩むこともありましたが、これまで頑張ってきてよかったなと思える瞬間でした。私はネットの記事を見た時に本当に嬉しくて信じられませんでした。今まで応援してくださったファンの方々の顔が一番最初に思い浮かびました。今から2ヶ月間辛いこともたくさんあると思いますが、自分自身外見だけでなく内面的にももっともっと成長できるように頑張りたいです。ファイナリストの方とこれから一緒に活動していく中で、私はすごく人見知りな性格なので、自分から積極的に話せるように頑張りたいです。九州沖縄エリア代表、大分県出身、高校3年生の三口です。応援してくださった皆さんに恩返しをするためにも、ファイナリストになったことで満足せず、週末は合宿で今まで経験したことのないダンス、歌、演技、ウォーキングも未経験ですが、12月4日のグランプリ発表では自分のできる最高のパフォーマンスができるように、合宿ではもちろん平日も自主練を頑張りたいと思っています。特に頑張っていることは全く経験のないダンスです。スローで練習したり、寝る時も頭の中でダンスをして眠りにつくようにしています。自分らしさ、自分の最大の魅力とは何か、これからも自分磨きを頑張ります。私はファーストファイナリストのさやです。高校3年生です。合宿中はみんなと過ごす週末だけでなく、自宅でもグランプリを目指してモチベーションを上げ、日々努力していきます。特に私は美味しいものが大好きで、普段から友達にもびっくりされるくらい食べてしまいます。なので理想の体型に近づけるように、食事制限やストレッチを頑張っていきたいと思っています。この貴重な体験ができるのも皆さんが応援してくださるおかげです。心から感謝しています。これからもっともっと成長して、皆さんに恩返しができるようなさやになります。ファイナルラウンドグランプリ高3のあやかです。ファイナリストに選ばれて正直あまり実感が湧いていないです。ファーストファイナリストオーディションから第3回シードオーディションまでめくちゃ審査参加し続けて、ファイナルラウンドでグランプリを取った時は諦めず最後まで頑張ってよかったなって感じました。応援し続けてくださってる方のためにも絶対にグランプリ勝ち取りに行きます。そのために12月4日のグランプリ発表までに垢抜けられるように頑張りたいです。特にダイエットを頑張ろうと思ってます。ノーマルカメラでも綺麗に映れるよう初めてのダイエットですが頑張ります。12月4日いい結果をお伝えできるよう精一杯頑張ります。最後まで応援よろしくお願いします。こんにちは、エントリーナンバー9番ネクチャ審査グランプリの高校3年生のゆずです。ずっとずっとファイナリストになりたいと強く強く思っていたんですけど、まさかなれると思っていなかったので、すごくすごく嬉しい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。私のモットーであるやる気元気ゆずきで全力で全身全霊で頑張りますので、皆様どうか応援よろしくお願いします。みんなに勇気と夢と希望、そして笑顔を届けられるような、そんな人になりたいと思っておりますので、皆さんぜひぜひ応援よろしくお願いします。キャンディーマジック審査グランプリ高校2年生の小春です。ファイナリストに選ばれた感想は本当に率直にすごく嬉しかったです。私は女優を目指しているので、その点で演技があるので、演技を特に頑張りたいと思っています。演技指導の方だったりとか、周りの皆さんに、あ、この子演技うまいって、演技してるとこの子に目引かれるなって思っていただけるように頑張りたいと思います。頑張ろうと思える力が本当に応援してくださってる皆さんなので感謝だし、こんなにたくさん応援してくれて背中を押してくれてる皆さんがいて、本当に幸せな気持ちでいっぱいです。私自身約2ヶ月間これから全力で頑張るので、これからも応援してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。イープリ審査グランプリの高校3年生の白石萌です。ここまで自分が来れると思わなかったので、印刷や投票してくださった皆さん本当にありがとうございます。目標はファイナリストに選ばれたからには絶対にグランプリ取りたいです。合宿で教えていただいたことを家で練習し、
身だしなみなども意識しながら過ごしていきたいです。モデルウォークが初めての経験なので、自分の身長を活かせるように工夫しながら頑張ります。これからが本番なので、成長した私を見ていただけるように精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。思春記録審査グランプリ、高校2年生のラオリです。私はダンス部に所属しているので、ダンスを頑張りたいと思っています。また歌やウォーキング、演技は初めてなのですが、初めてのことにも一生懸命取り組んで努力して、悔いの残らないよう一回一回の合宿やレッスンに全力で取り組み、家に帰っても自主練を欠かさず行ったり、自分磨きや勉強も怠らず成長していけるように頑張りたいと思います。東京合宿では誰よりも今まで以上に努力して、グランプリの似合う素敵な人になれるよう頑張ります。高知ミスコングランプリ、高校1年生エクバガちゃんポイント杉井咲です。演技やウォーキングは初めてなのですが、少しでもいいパフォーマンスができるように全力で頑張ります。 Twitter、Instagram、TikTok を毎日投稿して、少しでも多くの方に私の魅力を知ってもらいたいです。アイドルの経験があるので、その経験を生かし誰よりも素敵なパフォーマンスをしたいです。絶対に日本一可愛い女子高生になります。応援よろしくお願いします。あなたの推しは見つかった？いよいよ次回よりファイナリストたちの都内合宿がスタート。全国各地より集まった彼女たちの素顔に迫ります。行きます。